アラマサル文作は日本の物理学者、京都大学名誉教授、専門は原子核物理学、理科学研究所の西名義夫、大阪帝国大学の菊池聖子と共に日本を代表する原子核物理学者であった、兵庫県稲見郡的形村出身、アラカツフミ作と京都帝国大学のコッククルフトウォルトン型加速機三陰師班学校を経て、 東京高等師範学校を卒業し、一旦、佐賀県で教職に就いた後に、京都帝国大学理科大学物理学科に入学。1918年に卒業した後はそのまま講師、助教授を務め、1926年に、台北帝国大学教授に内定。台北帝大開学までの2年間は、ヨーロッパに留学し、ベルリンチューリヒで、 アインシュタインやボーテの訓導を受けた後、イギリスケンブリッジ大学のキャベンディッシュ研究所に在籍、ラザフォードに指示。帰国後、1928年、台北帝国大学教授を経て、1936年、京都帝国大学教授となる。その間、1928年に、京都大学理学博士、セルフリバーサルラインズ・オブリード・イン・エクスプロージョン。 スペクトラムザシリーズ・リレーションズ・イン・ゼーム。台北帝国大学教授時代の1933年には、アジアで初めて、コッククルフトウォルトン型加速器を作り、原子核人口変換の実験を成功させた。建設費の大半が、政党会社への出順地改良コンサルタント量から支払われた。1939年には、ウランの核分裂によって新たに生じる。 中性子の数をカウントして、ほぼ正確な数字2.6を得た。ウランの原子核分裂は、当時の物理学で最先端の分野で、世界中の研究者が同様の実験をしていたが、この数字は、現代の目から見ると最も優れたものであった。また、世界に先駆けて、ウラニウムやトリウムの光核分裂に関する研究を行った。百四十一年五月。 日本海軍より原子核分裂の技術を用いた爆弾の開発を依頼された。時期としてはアメリカの原爆開発開始と比べても決して遅れたものではなかった。この計画には湯川秀樹らも加わっていた。一方で日本陸軍は利権の西名義雄に原爆の開発を依頼し海軍兄弟、陸軍利権という二つの研究開発が別々に 並行して進められた。もともと工業力や人的資源の厚みに劣る日本に、とって、このような計画は無謀であったと言えよう。広島に原爆が投下された後の8月10日、彼は広島入りしている。当日、大本営が現地で開いた会議に、西名吉浦と共に出席し、会議で、新型爆弾は原爆と結論づけられた。同日夜に広島を出て、 京都に戻り、12日に持ち帰った土壌サンプルから、ベータ線を測定した。8月13日に再び広島で、ベータ線の特性を調査し、8月15日には、土壌の強い放射能などのデータから、広島の被害は、原子爆弾によるものであるという報告を海軍に提出した。この報告には、核分裂、を起こせるウラニウム早く1ラムという分析結果があり、 ほぼ正確に実態を突き止めていた。科学的な裏付けに基づいて原爆投下を受けたという確信を日本側が持ったのはこの時が初めてであった。あらがちが広島から持ち帰った土壌サンプルが遺品に含まれて保管されていたことが2015年6月に報道された。なお、当時助教授だった木村貴一によると広島から京都に戻る際、荒正は 京都に三発目の原爆が投下されるという噂に接して原子物理学者としてこれは潜在一遇の好機だ。急いで、比叡さんの頂上に観測書を作って、原爆投下から爆発の状況など、あらゆる角度から写真やケーキを使って徹底的に観測してやろうと述べたという。戦後、GHQ の指示により、京都帝大荒勝研究室の所有する、 サイクロトロンは解体され、琵琶湖に投棄された。同様に、立憲大阪帝大の所有するサイクロトロンも廃棄されたため、日本の原子核物理学の実験的研究は大きく、遅れることとなった。あらがちが、それまでの研究を記したノートや研究室の資料も、GHQ によって接取され、ウラン、重水などの提出も求められている。あらがちが残した日誌によると、 1945年11月20日に、新中軍の将校が来訪して、研究装置の破壊を命じ、荒マサルが、全く純学術研究施設にして、原子爆弾製造には、無関係のものなりと抗議しても GHQ の命令として受け入れず、新中軍によって破壊された。研究の手段を奪われた、彼は1950年に定年で、京都大学を退官し、 江南大学の初大学長職に就任した。研究室の公認の教授には木村木一が就任した。また、湯川秀樹のノーベル物理学賞受賞を記念して、京都大学に基礎物理学研究所が設立された際の中心人物の一人でもあった。1961年史事法賞受賞。1965年叙勲三当時旭日中受賞。 1973年、のぶじゅ位、助君に当時曲日、重光明。長男の荒勝が岩は、水産庁長官を務めた。また、堀場製作所の創業者である、堀場正夫は、京都帝大で荒勝の研究室に所属し、サイクロトロン実験用の計数機の製作に、携わったという、ありがとうございます。